タンク缶列車動画第154回、湘南モノレールのタンク缶列車です。この列車は、毎日、神奈川県の湘南深沢を、6時43分に出発する、湘南江ノ島行きのもので、車両は5000系3両です。ここはこのシリーズの第89回でも、紹介した湘南モノレールの、湘南深沢駅、車両基地が隣接しており、ここを始発、終着とする上下の、列車が1日に数本設定されています。今回のタンク缶列車は、1日2本ある下り方面への、出庫列車のうち、2本目の列車を紹介します。湘南モノレールは単線で、早朝やおおむね21時以降を、除き、1日を通じてほとんど同じ数の、列車が1時間あたりに、運行されています。前回や前々回に紹介した江ノ電同様、いわゆるネットダイヤで、決まった駅で列車交換を、行い、単線の線路容量の、中に比較的いっぱい列車を、詰め込むダイヤ形式です。そしてこの6時43分発は、湘南深沢を同発で、大船駅に向かう列車もあり、同じ時間に一つの車庫から出庫した二つの、列車が発車するという、珍しいダイヤ構成になっています。なお、その大船駅については第89回で、紹介しております。つまり、今回とその回の2回分で、湘南モノレールの全線を、紹介したことになるわけです。車内は、両側にボックスシートが、並べられています。2004年に登場したこの車両も、多少古臭さは感じられます。お待たせいたしました。ご乗車ありがとうございます。この電車は湘南江ノ島行きです。次は西鎌倉です。湘南モノレールは全長 6.6km の短いモノレールで、全体の所要時間はおおむね14分です。空中に設置されたレールの下を車両が走る、いわゆる懸垂式モノレールで、日本ではここと千葉モノレールがあります。車体の断面は等脚台形になっており、天井の面積より、床の面積の方が小さく、設計されています。それは、カーブなどをそれなりの速度で、通過するためにカントという傾きが、施されている箇所において、車両が左右に振られるときに、車両限界というこれ以上モノレールの、車体が、超えてはいけない制約を超えないようにするために、そのようになっています。また、床面積を小さくすることで、重心をより上部に移すことができ、構造上安定した走行ができる、というメリットもあるようです。1日を通して7.5分間隔で、運転され、全線が単線区間の湘南モノレールにおいて、おおむね決まった場所で列車の、交換が行われます。大船方から、富士見町、先ほどの湘南深沢、次の西鎌倉、目白山下の4カ所です。湘南深沢を出たこの列車は、この先西鎌倉と目白山下で、列車交換を、行います。湘南深沢から、次の西鎌倉までは、この路線で最も駅間が、長い、2.1km あります。湘南モノレール江ノ島線には、江ノ島への近道というキャッチフレーズがあります。地形的に、内陸の大船から、大きな迂回を、することなく、鎌倉市内の切り通しに、沿い、山を貫き、まっすぐ江ノ島の方へ向かっています。そのため、建設当時においても、トンネル区間は最低限で、ほとんどは既存の細い道路の、上に作られていることから、比較的カーブが多く、体感的にのんびり走っている多摩モノレールなどよりは、キビキビ走り、山あり谷ありを体感でき、スリリングな車窓を楽しめるというのも、個人的には湘南モノレールの醍醐味だと
思っています。西鎌倉、西鎌倉です。まもなく、西鎌倉。ここで、上り列車と交換を、します。まもなく、西鎌倉。到着は、1番線。ここで、上り列車と交換を、します。先ほど、この下を走る道路のことについて、触れましたが、このモノレールが敷設された頃、この道路の一部は、京浜急行が保有する自動車専用道路でした。最近、道のりホールディングスが株主となる前までは、わずかながら京浜急行電鉄の出資もありましたが、モノレールであっても手を抜かないスピードアップや、キビキビとした運行は、そうした遺伝子を組んでいるのでしょうか。出発信号が発車直前に切り替わるというのが驚きです。次は片瀬山、片瀬山です。ちなみにこの大船からへの島までの区間をこのモノレール線と沿うように運行されている京浜急行バスの路線があります。鉄道よりもバスの動画が多くなりつつあるこのチャンネルで今後紹介できればと思います。次は変瀬山、一面一線の防線駅です。片瀬山、片瀬山です。お出口は左側です。当駅でお降りの皆様にお願いいたします。お降りの際、ご使用済みの乗車券は駅備え付けの切符入れにお入れください。このようなアナウンスが流れるということは無人駅であるということですが、湘南モノレールは両端の駅を含め4駅しか係員が常駐している駅がなく、それ以外は車掌が乗客の切符の収札を行うことになっています。駅や時間帯によってはそれも省略される場合があると湘南モノレールの公式ウェブサイトで説明されていました。改札を出る途中下車に対して列車から降りる者の改札からは出場しない降車をする場合は乗務員に声をかけてねということも案内されていました。次は目白山下、目白山下です。IC 乗車券による対応がなされていますが、無人駅相互の利用においては、運賃の取りっぱぐれも発生してしまうのではと、懸念が生じます。このことについても、このシリーズの北陸本線の回で紹介しています。目白山下、目白山下です。お出口は右側です。当駅でお降りの皆様にお願いいたします。お降りの際、ご使用済みの乗車券は駅備え付けの切符入れにお入れください。目白山下に到着します。到着は1番線。ここでも上り列車と交換します。江ノ島線では列車交換ができる駅が4カ所あり、そのすべてでほとんどの列車が列車交換をします。ということは最大5本の列車が常に稼働しているということになります。在籍している車両は7編成あるため、2編成は予備の編成ということです。次は湘南江ノ島、湘南江ノ島終点です。お忘れ物ございませんよう
押してください。出口が見える。まっすぐなトンネルを抜けると、湘南江ノ島駅です。ここまでの一部の区間で左側に、海が見える区間もあります。山の中腹をぶち抜いているトンネルで、それを出るとすぐのところに駅があるため、その駅はかなり高いところにあります。湘南モノレールをご利用いただきまして、ありがとうございました。まもなく、湘南江ノ島、終点です。車内にお忘れ物、落とし物ございませんよう、ご注意ください。お出口は右側です。ご乗車ありがとうございました。湘南江ノ島、終点です。到着しました。降りてみましょう。湘南江ノ島駅は、一つの線路に両側に、ホームがあり、進行方向右側が校舎ホームがあります。江ノ島の花火大会などの催し事で、大勢の旅客の輸送が、必要となるときは、土休日であっても平日と、同じような 7.5 分間隔の、運転がされる臨時列車が、運行されるようです。また、近年駅がリニューアルされ、江ノ島らしい衣装もところどころに見られます。駅のコンコースからは海を眺めることができ、天気が良ければ富士山を眺めることも可能です。乗ってきた電車をお見送り。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。コメントやリクエストはコメント欄へお気軽にどうぞ。チャンネル登録と通知のオンをお願いします。次回は、みんな大好き、進化を遂げている東武のあの路線の、タンク間列車をお届けします。では、また。